名前クマ。あ、はい。意外と大きいね。大きいね、意外と。ネイルかわいいね。そう、ネイルした。前髪を切ったんですよ。ガタガタ、まあ、いつもガタガタだけど。きみちゃんって、やっほー。あくみきめさん、こんばんは。こんばんは。タピオカガルチャーって言われます。かわいい、やった。かわいいっしょ。涙袋キラキラしてる。お、よく気づいてくれた、ありがとうございます。俺なんて前髪ないからね。ああ、いつか生えますよ。タピオカじゃないってやめて、やめて、タピオカじゃないから。インスタフォローしてください。あ、ツイッターも。あ、ちょっとここにダヨシがある。ちょっと待ってください。なんかくださいって書いてあったけど読めなかった。髪型かわいい。どうすか。ヤッホー久しぶり。ヤッホー知ってるよ。オーディションの時からいたっしょ。覚えてよ。あー、間違えた。ああ、間違えた。間違えた。ちょっと分かりやすく書きたいのに。ああ、間違えた。もういい。今書いてまーす。私は今書いてます。これ Twitter とインスタだよん。 K、 わかりやすく書くと、お願いします。クマは今隣にいます。お、拍手ありがとうございます。あ、ミラーボールが来たということはクマが見たいのか。ありがとう。ここにいて、ここにいてね。はい、これいいじゃん。持たなくてもいる。クマ来た、来たよ。今日ひなのに会った。あった、クマ見るに。そうだよ、私の育ててるクマを見るには。
かはビーズかな。いや、これビーズじゃないですね。かわいいっしょ。地雷メイク、地雷メイクじゃないよ。通常メイク、地雷メイクって何なんだろうね。なんか普通のメイクしてるんですけど、めちゃめちゃ最近地雷メイクって言われるんだけど、全然地雷メイクじゃない。クマになりたい、どうぞ。パンパン出てきちゃった。クマの名前はクマです。体動かしてますか？そう、最近ね歩きました。本当に体力なくなっちゃって、ちょっと耳戻って。かわいいっしょ。モザイク。今日からこいつが家に来ました。イエイ。なんでこんなボソボソなの。髪触れイベントあるじゃん。そうなんですよ、本当にね。まあ詳しくはちょっと。なんかさ、最初の方さ、自己紹介書いてたじゃん。ちょっとあれやってみよう。あー、クマ、ちょっとごめんなさい、後ろ姿で。ちょっとすいません。今はちょっと文字を書いています。そうだ、ちょっとやめた。なんか私変な文字ばっか書いてるから、なんかちゃんとした文字書けないように見えるけど、ちゃんとした文字も書けるんですよ。モザイク見えた、今見えたな。見えた。壁汚れてる？汚れてます。汚れてるっていうか、なんかちっちゃい頃に落書きしたのが残ってるんですよ、クレヨンの。ちょっと怒っときます、昔の私に。アーシャが可愛いっす。ありがとうございます。アーシャに言っときます。壁やばくない？それな、結婚して。あ、結婚か、考えとくわ。聞いとくね。じゃあ今の文字見せないよ。やだよやだよ。めっちゃ可愛いだって。やった、久しぶりに来たけど。ああ、はい、この子ね、ここにショールームって書いてあるんですよ。担いでる。これね、いっぱいいた、たくさんいた。
50巻とかね、ありがとうございます。あ、懐かしい。カウント星投げコメントお願いします。カウントって久しぶりに言ったな。あ、ツイッターの連携も忘れないでください、お願いします。捨て星は明日の朝の3時ぐらいにしていただければ大丈夫です。壁の汚れめっちゃ言うやん、やめてや。はい、クマ3周しました。みんな最近キミちゃんの可愛さに気づきました、ありがとうございます。イエーイ、嬉しい。なんか可愛いって嬉しいですね、一番。だから皆さん、私の推しメンじゃない方も、私のことを推してない方もぜひ推しメンには可愛いと言ってください。何をしても可愛い可愛い可愛いしかダメです。クマが壁で汚れないっす。だるま、あ、ありがとう、かわいいもありがとう。わかりました。この子ネックレスつけてくればよかった。髪の毛ボサボサになっちゃったよ。すごいかわいいっていっぱい言ってくれる、ありがとうございます。可愛いっていつも言われたら何も感じなくないです。可愛いって言われないもんだったもん。クマだー、イエーイ。ありがとうございます。可愛い可愛い、来た、やった、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で無理やり押さえつけるありがとうございます。可愛い街ですか。うん、可愛い、待ってないです。え、可愛いがいっぱい来た、ありがとうございます。全然私可愛くないから。あは、クマだ、いいねも来た、音符もありがとうございます。こちら本物のクマでございます。ちょっと壁に、あ、やめとこう、やめとくわ、ちょっと今のことは。アイスだ、はい、アイス食べて。あー、クマありがとうございます。お邪魔しました。え、バイバイ、バイバイ。で、この子をさ、ここにつけようと思ったけど、ちょっとやめとくわ。白くなったね。本当ちょっと日に焼けそうで、ちょっと面白い。日焼けでめんどくさくて。抱っこしてて。わかりました。この子ちょっと壁につけとけばずっとさ持ってなくてさ、いるくないと思ってた。こうやって。やめときます。日焼け止めね、な、去年とか一昨年とかマジで狂ったように塗ってたし、本当に1時間に何回も塗ってたけど、めんどくさすぎてやばい最近。走れば日に焼けないかなみたいなとこあるよね。
まあでもちゃんと塗るけど、7月とか、いやもうもうやばいね、この季節が一番やばいよね。塗ります。サプリいいよね、日焼け止めの。えでもなんかトマト食べまくってビタミン取りまくって日焼け止め塗りまくって、で日焼けしたら冷やしてみたいなやってた。冷やしてめっちゃなんかいろいろ塗ってつって日焼け止めやってたけど、最近あんま家出ないからまあいいかなみたいな思っちゃうよね。自分は日焼けします。いいですね、日焼けね。別にいいよね、してもしようかな。日焼け、日傘が便利。日傘だってこうやってさしても下からのさ、コンクリートのとこ歩いたらさ下からこう帰ってくるじゃんか。それがねやだ。とと2時間待ってたら日焼け、なんか自分が日に焼けてるもん分からんから、赤くなんないと分かんないから。いや分かるか。いやでもなんか一昨年、いやもっと前かな、中学生ぐらいの時になんか外にずっといるいたんですよ。したらなんか赤くなる通り越してガチで焼けた。公式ブログのクマット、あありがとうございます。ブログ読んで、 SK 入る前から日焼け対策した。えマジでやばかった、日傘だったから足だけ日焼けしたね。足もね、だってなんか本当に SK 入る前なんてもう日焼けしたくなすぎて、いや SK に入ったらまあ家出るじゃないですか、本当になんか夜しか出ないみたいな、家基本昼間は家にいて日焼けないようにで、家出るならもう長袖だし、うん、長袖着て出たし、なんかバカみたいに顔塗ってたこうやってずっと。部活は家の中の部活、家の中じゃない室内でした。質問どうぞ。いやほんと昔の方がすごかった、高1とか中学の時とか。バレー部外走らされたわ。うわ走らされた、いや記憶にございません。確かね日焼け止め塗ってた気がする、全然覚えてないな。うーん覚えてないな、走ったけどな、なんか覚えてないっす。真面目に部活やってない、いやそうでもないですよ。最近先っぽにあったかも。我頑張った、頑張ってたんやね、やな、いや頑張ってなかったです、ごめんなさい頑張ってなかったです、怒られました、先輩に。頑張ってなかったので。君にトスあげる、君トスもらっても打てません。いや頑張ってたかな、いやすいません記憶にございません、全然覚えてないんだよね。なんか筋トレした思い出しかない。筋トレしてなんか部活でなんか移動するときに、移動した思い出となんか準備遅いって顧問の先生に怒られて意味わかんない準備させられたのと、なんか先輩に怒られた思い出しかないあと雨の日になんかなんだっけ、ゲーム試合なんて言ったっけ、そういうのなんて言ったっけ、そういうのやった思い出、練習試合、違う練習試合じゃないんだよ、練習じゃなくてゲーム、なんかそういうのあったんだよね。袋に玉を詰め込むような3個、うんうん6個だった、
もっと楽しい思い出、いやめちゃめちゃ楽しい思い出があるんだけどちょっと言えない。面白い友達がいて、ゲーム、そうゲームなんかよくわかんない、覚えてないけど、そう基本覚えてないですよね、記憶ない。ハートありがとうございます。あそうだ、今日はクマを紹介するためにショールームをやってるのに、クマがいなかった意味がないじゃないか。え、なんか基本記憶ない、あんま。あ、ありがとうございます。ちょっともう見えなくていいや、これでいいや、はい許して。もっと大きいのかと思う、大きいよ意外と。耳耳に、あ耳みたい、見て見て、イエーイ。あクマだ、ありがとう。これクマ耳に見える、写真撮ってる、みんな撮ってる、撮った。撮ったかい？もういい。撮った。天才っすね。半目だけど、やめてマジで半目。撮った。やった。ありがとう。こんばんは。気になり配信来ました。お、ありがとうございます。今日はこのこと配信してます。このクマはプレゼントしてほしいね。わかった。考えとく。じゃあ質問してください私に。質問答えてやめます。クマの扱いいいのかこれで。え、ごめんなさい。あでも私は私なりの可愛がり方なんです。許して。可愛い可愛い。友達、かわいい。キミちゃんに、キミエちゃんに覚えてもらうにはどうしたらよいですか？ショールームに来る、リプする、握手会、まあなんか何でもすぐ覚えます。もう覚えました、もう名前覚えましたよ今の方の。お雨返信それもね、あっでも今の人わかるよ、私覚えたよ。頑張ります。だってねもうわかるよ、名前読んじゃうけど、読まないけど。よし、もめとる、え、もめとなって、取りなって取りなって。握手会いつ頃再開しそう、わかんないね、いつだろうね。クスの思い出以上に一緒に残らんと、いやなんかねあんまね昔の記憶ない。ピアスは2箇所だけ、いやここもここもここも、たまに会えれば見直してる。おお天才ですね。もめないし、読んで読んでるよ読んでるよ。
私も頑張るばい。頑張れ。ココナに内緒で応援するのか。なんで内緒で応援するの。いいじゃん、言っちゃえばね。SKE で一番好きな曲は何。一番好きな曲、無意識かな。いやでもね、あれも好き。あのねうーん、誰かの耳、も好きだし、何がな、何が好きかな。無意識いいよね、踊っててすごい楽しい。未来とはも好きだし、いろいろ好き。髪触れのライブ行きたいね。いいね。あ、クマだ、クマです。イエーイ。黒石のイメージだった、私が好きなやつ。え、そうなの、黒石。おー、黒石多分今踊ったらやばいな、今踊ったらやばいな。黒石参加は好き。いいね。奇跡の流星群いいね。前のめりいいね、いいね、もう全部いいね。そう、これな、へこんじゃうのこっち。9期のオーディションが福岡だったら10期は受けてましたか。いや受けてないと思いますね。君のいない世界好き。いいね、君のいない世界。転がる君へ。受ける。鬼の体力どこ行った。いや鬼の体力ね、消えました。いやマジで本当に多分鬼の体力になったんだよね私。だってなんかさ、本当に頭おかしいと思う今思うと。だってやばいよね、なんか2回公演2回公演、遊んで公園公園みたいな、毎日そういうことやってよく生きてたなって思いますね。ハートありがとうございます。そう、アンダーも、そうアンダーも普通になんか朝から朝の何時だろうね、めっちゃ早くから練習するじゃないですか。で公園やって、でも次の日のアンダーのやつがあるから公演終わった後に練習して、でそういうのを毎日やすところよく生きてたなと。すごいね、びっくりしちゃう。ね、研究生って、まあ、研究生らしいことができて楽しかったし、別に覚えること嫌いじゃないからいいんですけど。今生きれない感じか。今は生きれない。今はちょっとわからん。楽しいから疲れ忘れる。そういうことかな。なんか全然疲れなかった普通に。そう、いきなり公園入ったりするじゃないですか。そういう時もあったから。公演したいね早く。研究生期間、研究生って楽しいですよね。だってどこの所属でもないから、何どこの公演も練習して覚えたら出してもらえるし。昔はすごかった。やめろ過去形。うん、爪。じゃあそろそろやめます、やめます。あ、9時前に終わろうと思ったのに9時過ぎちゃった。あ、ミラーボールありがとうございます。ハートもありがとう。今来たばっかりだったよ、すーちゃん。じゃあそろそろ終わろうと思います。はい、壇上の皆さんありがとうございます。見てくれた方ありが、え、
びっくりした、びっくりした、びっくりした。まあ特に何もなかったけど、びっくりした、特に何でもないです。お肉食べたい、もうやめよ。クマどこに置きます、どこに置こう、クマ部屋のお部屋に置きます。見間違いじゃないよ。焼肉とカレー行きたいね、カレー行きたい。牛の角、そう牛の角行きたい一緒に寝た方がいい？樹樹園？樹樹園はね、嫌だな、だって高くていけないもん、そんな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 。あ、今日の服かわいい。あ、そろそろやめなきゃ。次いつします？うん、いつだろう、わかんない。網焼き亭、網焼き亭ね、懐かしいな、前行った。クモの顔でかいな。牛の角は何がおすすめ？なんかあのお札バターとあと蜂蜜の肉みたいなやつ。待って、ほんとそんな焼肉の話なんかしてる場合じゃない。私は早く終わろうと思います。皆さん今日は来ていただいてありがとうございました。そしてこの子がお家に来ました。皆さんがあのショールームでねあれを投げてくれたからです。ありがとうございます。今日から家族になりました。ってことで終わりたいと思います。みんなバイバイ、ありがとうございました。バイバーイ。今来たって嘘やん、絶対。バイバイ。バイバーイ。